ちょっとちょっと、皆さん困りますよ。もう市民活動フェスタが始まっちゃったんですから、どうしたんですか。ちょっとちょっと、皆さん。あ、猫田船長じゃないですか。はあはあ、皆さんもっと、じゃあ、せっかくですので、こちらの方に出てきてください、皆さん。いやいや、久しぶりでしたね。いやなかなか会う機会もなくてね、ご無沙汰しておりました。いや本当に、皆さん元気にしてましたか。あれどうしたんですか。市民活動フェスタ今始まったばかりですけど、皆さん元気ないみたいですね。ちょっとセリフの元気ないみたいですね。実はね、神保委員長さん見てくださいよ。え、どうしたんですか。何何、はい、それは大変だ。宝箱の鍵をなくしちゃったんですか。なに、あの宝箱の中にはこの岡永共和国をコロナから救うための聖なる宝、フェニックスボールが入っているのに。それは大変だ。いや、なんとかしなきゃいけない。どうしよう。はい、噂によると3階に行くと鍵に関するヒントを教えてくれるみたいです。あ、それ聞いたことあります。3階に行くと何かね、鍵のヒントになる企画が、3階エリアで企画があるみたいな。はい、でもね、船長でね、これをね探すには俺たちだけじゃね、大変なんで探しきれませんよ。困りましたね。この宝の鍵を探すにはやっぱりこのメンバーだけじゃちょっと大変かもしれないな。あ、いいことを思いつきました。今日会場に来ている皆さんに鍵を探す協力をしてもらいましょう。どうですか皆さん。あ、いいね、それはいい考えだ。あ、なんかいまいちいい考えだ。やっぱりダメみたいですね。鍵はなかなか見つけられないみたいですよ。ちょっと諦めた方がいいかもしれないですね。あれ、あ、はい、はい、そう言わずに、なんとかお願いします。なんとかお願いします。あ、はいはい、あ、なんとかお願いします。皆さん拍手してやってもらっていいですか。はい、はい、それではですね、猫田船長がもう鍵をうっかりなくしてしまったそうです。皆さん、今日はあの皆さんのお力をお借りしてですね、あの鍵を探すのにお手伝いしていただきたいと思います。それで私が掛け声をかけます。協力していただけますかって言ったら、皆さん、おーと掛け声をかけていただきます。いきますよ。皆さん、協力してくれるかな。もう一回いきましょう。皆さん、協力してくれるかな。もう一回。皆さん、協力してくれるかな。やったー、ありがとう。はい、それでは説明をいたします。3階エリアに行きましたら、この台紙を受け取ってください。あ、台紙の係の人、台紙がありますので、その台紙にですね、受け取ってください。そして、各ブースの出店ブースに行きますと、首からこの目印をぶら下げた人が1人ずつおります。はい、その人のところに行って、宝箱の鍵はどこにありますかと、はい、合言葉を言ってください。その合言葉を言いますと、宝の鍵のありかを教えてくれるヒントになるキーワードを教えてもらえます。で、その鍵の在りかを示すヒントになるキーワードを集めて、キーワードは全部で5つありますので、全てのキーワードが揃ったら宝の鍵を受け取ることができますので、宝の鍵を開けて中にあるフェニックスボールをゲットしていただきたいと思います。皆さん、合言葉は宝の鍵、さっき宝箱って言いました、宝の鍵はどこにありますか。ですので、間違いないように気をつけてください。
あ、猫田さん、何でしょう。はい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 、もうはい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 、わかりました。それでは皆さん、猫田船長からのグッドアイデアです。宝の箱の鍵を探してくださるお礼にですね、これから皆さんにお菓子を あげれるように、ここ あのアリーナエリアの皆さんと交渉してくださってですね、これからお菓子巻きを行います。はい、ですので、皆さん前の方に集まってください。なおですね、このお菓子巻きは子どもさんを中心に行いたいと思いますので、大人の方はちょっと遠慮していただいて見守っていただければと思います。はい、いいですか。さあ、お子さんはぜひステージ前へと集まってください。猫田船長からのプレゼント、お菓子がもらえるようですよ。皆さん押さないでね、気をつけてね。準備はいいですか。 OK です。はい、はい、じゃあお願いします。さあ、それではお菓子巻きスタート。さあ、今たくさんのお菓子が皆さんの頭上を待っています。さあ、こっちにちょうだいっていうアピールした方がいいですよ。手振って手振って、こっちまだ来てないよっていう皆さん、ぜひね、アピールしてください。きっと海賊団の皆さんがもう強肩でですね、遠くまで投げてくれると思います。お願いします。さあ、小さなお子さん対象でございます。さあ、こっちまだ来てないよという皆さん、ぜひ手を振ってください。さあ、残りわずかとなってきましたよ。ぜひですね、お菓子を受け取った皆さんは必ず3回言って、宝の鍵はどこにありますかと、ぜひね、合言葉言ってみてくださいね。キーワード全部5つ集めて、ぜひお菓子をゲットしてもらいたいと思います。さあ、続々と海賊の皆さんのお菓子がなくなってきましたか。さあ、あと残りわずかなようです。猫田船長のところにもう少しあるかな。さあ、お菓子巻きまもなく終了となりそうです。これが最後かな。終わりました。お菓子巻き終了。ありがとうございました。猫の船長、宝の鍵が見つかるといいんですね。必ずやみんなが見つけてくれることを期待しているようです。お菓子を受け取った皆さん、残念ながら受け取れなかったという皆さんも、ぜひ宝の鍵ゲットしていただいて、猫の船長を助けてあげてください。もう猫の船長の背中がなんだかわびしくています。ありがとう、猫田船長、ありがとう、ありがとうございます。猫田船長、これだけ、いや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 、大盛り上がりのオープニングでございましたけれども、長岡市民活動フェスタ、まだまだ始まったばかりでございます。この後もこのステージイベントをまずは盛り上げていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん最後まで一日楽しんでもらいたいと思います。さあ、それではまずはトップバッターの団体からご紹介していきましょう。